分離主義者の拠点惑星の一つに攻撃を行う。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。コープ攻撃はジオノーシス。我々が先に先週の敵を自らの手で撃つ時がやってきたようであります。いやね、今回は珍しく初手でジオノーシスが来たので、やったーっ、かなりねテンション上げてやったんですけれども、なんとね味方の2人が妹というねフ確保中になりましたよ。味方のヒーローは逆サイ行ったか。グリーバスいるんじゃないの、そっち。一応確保中にはしたけども、俺しかいない感じだな。いや、エリア来てほしいなエリア来てほしいな。敵は向こうに引きつけられてんな。マジエリア来ないま、ダメだ、グリーバスにやられちゃうよ。タンクが、あ、この辺にたまい、タンクは倒す。頑張れアナキン、タンクが持たん、降りるか。グリーバス将軍が到着、うわーまずいって、マジで外で戦うのやめてくれよ、外で戦うのやめてよ、もう二人外か、二人外はきついて。エリア内で戦ってくれ。まずさすがに2人ともかも、あ、見えん、まさかのね味方2人持ってエリア内に入らない展開で無理でしたね。さすがにね、1人は許容できるけど2人はさすがにしんどかった、2人はさすがにしんどかったっす。ということでね、今回はきちんとリベンジしていきたい。そしてこれを逃すまたね2時間くらい待ちそうなんでね、まあ初戦からすでにね1時間は経過してるのでいや、なんすよー、来てますか、敵多分のんびりヒーロー使えるのは第1と第2までな気がするので、使える感じになったらもう即使おう。まあ、ただあれか、あんまり、あ、ごめんごめん、あんまりポイント稼がなすぎてあれも辛いよな、ビークル出せなくなるのも辛いんだよな。グリーバスが戦闘に加わったと見られる、行こう、電池の第一防衛線を突破、ドロイドを交代させたぞ。よし、しっかりここでどうするか、アナキンにするか。正々堂々ドッグファイトの方が好みだけれど他にないなら仕方ない。先週ね、ちょっといい先週はオビワンだった。まあオビワンじゃなければ B じゃないかな。もう一発入れてきたぞ。お前たちで勝てると思うか。はい。試してみろ。ほい。ほい。ファッショネートストライク。アンド
引っ張る。さっきまでの地震はどうした？痛い。上にもなんかいる気配ない？上からも撃たれてる気がすんな。よし、任せる。上は大丈夫か。とりあえずなるべく秒数残したいんだよね。やっぱ後ろの人が多い時に困るのは、やっぱこう前線戦っててラインを上げてる時とかに、だって残ってねエリアを確保してくれる人がいないと、どんどんね秒数が減ってってしまい、事故が起きた時のリカバリーができなくなるという闇が。なんか嫌な予感がしてきた。しかろうか。こうなるとは考え。はい。しっかり確保しよう。次からはどうせ来るから、後で片付けるゴミが増える。固まってなかった。あなたが行きますか。タンクが右に寄った。でモールも右にいる。 A 行こう。 A で行きましょう。タンクが逆に左に寄ってくる。全ヒーローになってたか。アスファルトか。今タンクのヘイトを稼いでほしいんだよな。お前たちはこの舞台にかなわない。そう、フォースが効かないやつが。きついな。いや、タンクこっち寄ってきたな。タンクが寄ってきてる。タンク寄ってきてるて。タンク寄ってきてるて。ダメか。タンクのヘイト管理が難しいよな。オビアンたちは逃げたのか。かといって A が取れてるわけじゃないんだよな。一人あれかビークル出してるか。いや、なら A を取ろうぜ。なら A 取ろう。これ一人どこ行った。モスクいるじゃん。マスターヨーダが到着された。こっちじゃないのか。待ってバラバラになってるぞこれ。どこ行ってる。オビワンはこっちなんだ。じゃあこっちにしよう。タレットオンライン。タンクを見つけ次第即破壊。タンクは、タンク向こう行ったか。ビークルも出てるからバランスは良さそうだな。来たな。リューク発着が完成した。共和国に勝利を。壊せタンクはまず壊せ。リュークこっちにヘイト集めるか。タンクね、くれてんな。撃とう撃とう、打ちまくろう。ナイス。ちょっと待った、頭が。タンクは、いいぞ、5分残った。ダンボールが現れた。強いぞ味方。分離主義者はドロイドともに最後の1体まで戦うよう命じている。やはりビークル対策大切だな。
来てんな。各位、確保の必要な分離主義者の指揮所はあと一つだ。攻めに終わらせろ。どうしたんか。待てろ。オッケーオッケーオッケー。タンク始末したぞ。前進。前進あるのみ。壊して。いけ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 。まずい。やべ、タレット置いてきちゃった。ナイスタンク。バカッと欲しい。もうちょっと、これどうなんだろうな。俺が中ばっかとか出たらやばいのかな。あれ、うまく TX130 と連携取れればいけんじゃねえかな。マジビークル超大切かもしんないで。1対多数を見るのは俺が見ればいい気がするんだよな。タンク、タンクどこ行った。来た。やっぱきついのか。やっぱ俺がいなくなったらきついのか。きついのか。きつい。うわー、まずい、まずいっす、まずいっす。いや、きついな、やっぱり。ダメかーダメかー。やっぱダメっすか。一人はサボっちゃダメなのか。ちょっと待って。準備よし。これはやらなきゃダメか。中学からなんとかなるかなと思ったんだけどな。足元を打つ。ナイスナイスナイス。ちょっと位置が悪いな、これ。相手のスタート位置を枯れる位置に置きたいんだよな。相手のスタートを枯れる位置、相手のスタートを枯れる位置、相手のスタートを枯れる位置に置いて、確保中になった。甘い許されんな。来た。いって、まずい。ミスターミスター。きつすぎる。見逃してくれ。ヨーダが死んだ。人数を減らしたい。うわ、めっちゃいる。タンクは合ってんだけどな。何がダメだ。タンクが枯れてないのがまずいんだよな。やめろ、タンクこっち向け。ナイスナイスだがこれきついんだが、めちゃめちゃ。
位置が悪いんかな。回復されたくない。よしよしよし、ポスト落ちた。マスターヨーダ頼む。なんだそのプレッシャーのかけ方。一旦爆破しよう。が来るんだろ。来た。見えん。来てない。やーめい。いるじゃねえか、タンク裏に。いけるか。タンクがいない今、周囲の敵を蹴散らして。すべて終わらせる。遠くない？まさか？間に合わないんじゃなかろうか？走れー！きつすぎ、笑った。今はこの星をドロイドに明け渡すしかない。逆にあれかもな。アサルトとかの方がいいかもな。一体多数枯れねえんだよな。もしくはチャンス戦じゃないかもしれん。マジか、そこそこ分かった上でこれか。きついな。はい、ということで、また、来週に持ち越しかな。ご視聴、ありがとうございました。また見てねー。